はい、金沢市新保本に来ています。こんにちは、ビヨンスです。今日は皆様に素敵なお店ご紹介しますよ。まさに隠れ家的なお店で、ずっとくつろいだろお店、くつろぐことができるお店なんです。その名もこちら、ダイニングキッチンラソさんです。こちらね、知る人ぞ知るお店で、すごく人気のお店なんですよ。それでは早速お邪魔しましょう。失礼いたします。近いですね。そう、 HAB からすごく近いんですよ。中はね、靴を脱いで入りますよ。さあ、靴を脱いで入った店内はカウンターとテーブル席があって、しかも皆さん嬉しいことにどっちとも掘りごたつ式なんですよ。なのでね、足を伸ばしてね、ゆっくりくつろぐことができるお店になっています。それではオーナーをお呼びしましょう。オーナー、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、オーナーの池島武さんです。オーナーはね、もともとイタリアンのお店で働いていて、はい、3年前に独立されたんですよね、はい、でこの場所でね、ラソさん始まったわけですが、うん、さあ、気になるのはどんなお料理を出しているかです、うん、イタリアンだけじゃなくて、いろいろな和洋折衷、はい、イタリアンだけじゃなくて和洋折衷出るんですか、はい、それはちょっとワクワクしますよね、うん、はい、ね、どんな、ね、お料理が、ね、出るかといったら、ね、まずランチがすごいらしいんです。ランチがラソ流、はい、どういうことですか。うちは週替わりでして、はい、日替わりとかなくて、うん、1種類のみでやらせてもらってます。1種類のみ、はい、それってすごいなんか珍しいシステムですよね。そうですね、私たちの食べてもらいたいものとかお客様のリクエストを入れてお出しするっていう形になっております。なるほど、そうなんですね。ではね、そのお料理が食べられる、その1ヶ月1週間、はい、1つのものが食べられるということで、今回どんなお料理かと言いますと、こちらです。ババン、はい、これランチですよ。ハンバーグがメインになってますね。はい、おしゃれ。さあさあ、実はコース料理になっているんですが、はい、さあ今日はどんなコースになっていますか。今日はメインがデミグラスソースの焦がしハンバーグになります。焦がしチーズのハンバーグ、いい色です、はい、そして前菜も、ね、前菜が人参のラペ、里芋のテリーヌ、ピクルス、炙りサーモン、スパニッシュオムレツ、サルシッチャとズッキーニの炒め物になっております。たくさんあるし、本当鮮やかでね、美しいですよ。そしてね、香りがまたいいね、最高ですよ。じゃあちょっと私ね、まあ、コースということで早速じゃあおスープからいただいてもよろしいですか、はい、どうぞ。またスープが鮮やかな黄色でイチョウのようですね。これは何のスープですか。かぼちゃのスープになっております。かぼちゃのスープ、ちょっとこのままいただきますね。乾杯。乾杯。乾杯。とろっとしていますが、すごく滑らかですね。ありがとうございます。かぼちゃのね、甘みだったり、このホクホク感も溶け出してますよ、はい、ありがとうございます。素材の味生かしてますね。すごい、こう寒い時にちょっとここね、内臓がポッカッと温まるような、すごく優しいスープになっています。ほっとしますね。さあ、そしてメインのハンバーグですよ、はい、これまたいい焦がしがついてますね。いえいえ、チーズ焦がしちゃいました、はい、もうそしてね、もうこれちょっときますぜ。あ、パリッとしとるチーズの表面、あ、肉肉しい、いきますぜ。ドドーン、うわー、香りがいい。ちょっと私も食べるよ。焦がしもらってちょっとソースたっぷりつけて、うわうわうわ、ぎゅうぎゅうですね、はい、肉が詰まっとるの分かりますよ。いただきます。いや、おいしい、ね、すごいね、お肉の肉肉しさもあるんですが、ジューシーやけども、ソースの旨味もあるけど、重さが軽いですね。ありがとうございます。これちょっと、なんか秘密がありそう。ちょっと、おからをちょっと入れております。おから入っとるんですか、はい、ちょっとヘルシーさを。それ分からん。おから入っとるなんて全く気づきません。本当もうお肉ギュッと入っとるんかと思います。これは驚きですよ。だから結構この後味がすごい軽い感じ、またソースの旨味がよく分かる感じになっとるわけですね。いや、最高ですよ。でね、こちらはね、今回一気にドドンと出してもらいましたが、本来はコースなんで一品
一品ゆっくり出てくるんですよね。ほんとゆっくり味わいながらこっちは楽しめますね、はい、だからうちはあの時間制限を切ってないので、あの皆さんゆっくりくつろいでいただけるように、ちっちゃいお子さんから赤ちゃんが泣いててもゆっくり食べてもらえるようにしております。嬉しいですよね。やっぱねほらね、赤ちゃんとか小さなお子さんを持ってるお母さん、ゆっくりこうお食事楽しめないわって声も聞きますからね。ここだったら本当赤ちゃんが泣いてもいいし、ゆっくり楽しむことができるっていうのは嬉しいですよね。そうね、こちらのお店今ゆっくりしてってって言いましたよね、はい、ほな私もゆっくりしたいと思います、デザートも食べちゃおうかな。どうぞどうぞ。またデザートも美しい、これ何でしょう。抹茶のティラミスになる。抹茶のティラミス、ここで和が出てくる、和洋折衷。しかもボリュームがものすごい大きいですよね、これランチ出てくる量、こんないただいていいですか。はい、大丈夫です。ありがたい。ちょっとじゃあ、うわ、あ、柔らかいもんもコン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 、本当ランチの量じゃないですか。確かに。いや本当そう、本当ランチ出てくる量じゃないです、ね、また味のクオリティも高いです。お抹茶のいい香り、口どけのいいクリーム、これ食べたらもうみんな幸せになりますね。ありがとうございます。本当にいいお店なんです。さらにね皆さん、ちょっとこの時期だけのおすすめメニューもご紹介していいですか、ということでよろしくお願いします。気になる。お、ドキ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 、お、それがこちらですよ。あ、もしかして香箱のパスタ、香箱のパスタ、これちょっと待って、すんごいよ、うちこそどこも入ってるんですか。はい、丸々いっぱい入ってます。丸々いっぱい入ったパスタ、すごい、また香りがものすごくいいですね。ありがとうございます。これどういったこだわりがあるんですか。あのやっぱり先ほど言ったように香りとカニの味を楽しんでもらうためにオイルパスタで仕上げております。オイルパスタになっとるんですね。ちょっと香り楽しませていただいてもよろしいですか。失礼いたします。おー、ダイレクトにこの辺りまで香箱のいい香りがグッときますね。ありがとうございます。いやちょっとこれは本当に北陸に生まれてよかったと思えるぐらいいい香りですよ。早速ちょっといただきましょう。これね、身だけじゃなくてね、うち子も入っとるんですよ。これは贅沢よ。できそうな気がしますね。届いてきますよね。そうそうそう、これ、あ、ツヤツヤ、いただきます。で作るとなかなかうまくできないですもんね。取れないですからね、お肉とかも。おお、美味しそうな顔。うん、うん、最高やね。うまい、おいしいですよ。オイルに本当香箱ガニのうまみが全面出てますし、本当カニの味を生かすための味付けになってますよね。はい。もう香箱がカニをね、もう丸ごと食べて、またこのアルデンテの麺を食べる、幸せです。さらにね、ちょっと人気メニューのこのガーリックトーストもパスタに合わせると美味しいということで、早速いただきますよ。うわ、素晴らしい。もうね、こちらもこちらもバターがたっぷり、私好みになっております。うん、あ、いい音。うわ、サクッていった。もう待って、このガーリックトーストとパスタ、はい、合うんじゃないですか。すごい、皆さんやってます。やってますね。そうなんだ。あ、絶対美味しい。ちょっと食べて、うん、ガーリックトーストを、うん、本気で食べてますね。絶対美味しい。ちょっとオイルにつけたりも美味しそうですよね。うん、もうね、このまたガーリックが加わることによってですよ、うん、また新しいこの香箱にポテンシャル、新しい高いもの見れますよ。これは合いますね。がっつり楽しめますもの。そこでね、しかもこのね、ランチにはね、ドリンクもついている。最高、最高。ドリンクがサーついてるね。まさかこんな HAB の近くにこれだけの素敵なお店があるなんて皆さん知りませんでしたよね。もうね、本当味はもちろんですし、うん、雰囲気までも本当美味しいラスさんなんですが、はい、なんとですね、うん、昨日、うん、3周年を迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。ま、というのもありまして、実はね、今週いっぱいランチがもう予約で埋まっているんです。なのでね、
28日からお席空いてますので、はいはい、ぜひともこれ食べたいって方は予約がいると思います、はい、必ず予約してご来店くださいね、うん、なちなみに28日のランチは今日私がいただいたこちらの焦がしチーズのデミグラスハンバーグでございます。こちらね3周年記念ということで人気の復活メニューとなっているんですよね、はい、もう常連さんも大好きな味です。このハンバーグ食べたら確かに常連になること間違いなしですよ。それではお店の情報をおさらいしましょう。さあランチは午前11時30分から、ディナーは午後5時30分からです。不定期となっていますのでインスタやお電話でお問い合わせお願いします。本当に人気店なので予約ぜひともしてくださいね、はい、それでは最後にオーナーから一言お願いします、はい、うちの名前がラソでスペイン語で絆と言います、うん、なので少しずつお客様との絆が深まっていければと思っております。そしてお隣には奥様のリエさんです。やだ明日はねいい夫婦の日ということで、夫婦の絆もバッチリラソバッチリラソでは奥様から視聴者の皆さんにも一言お願いします。皆様のご来店お待ちしております。お待ちしております。本当ね夜もね様々な料理が楽しめます。この香箱のね、うん、パスタもはじめ奥様おすすめのメニューもあるとか。はい、ココナッツオイルを使ったアヒージョです。ココナッツオイルを使ったアヒージョ、これがまた美味しそう ね、うん、ね種類もたくさんあるんでぜひともね、うん、夜のディナーも楽しんでいただきたい。もちろんランチも楽しんでねということで、うん、ぜひとも皆さんのご来店お待ちしておりますよ。以上生中継でした。待っとるラソ。